Hi everyone, welcome back to Cafe Scotty. So it's gonna be in Japanese language, so sorry about that, but there is English version too, so please check out. それでは日本語版です。ですね、ジブリといえばもうたくさん素敵な作品ありますけど、この耳を澄ませばご覧になったことあるでしょうか。多分たくさんの方がね、ご覧になられてると思います。で僕多分中1ぐらいで、13歳だったんですけど、母と見に行きました。本当に感動しました。で、なんだろう、今でも見ますし、本当に年に何回か見ますし、レーザーディスクとか VHS テープでも撮ってあります。まあ、こちらはね、イメージアルバムとサウンドトラック CD なんですけど、本当映画館で見に行きましたし、本当に感動しました。本当、なんだろうな、中学生の、ティーンエイジャーの、生活と、実生活ですね、日本の実生活をこううまく描いてて、もちろんアートとしても見れますし、そのストーリーラインも本当素敵ですし、本当リアルですよね。見てて感動しましたし、今でも大好きで本当年に何回も見ます。でジブリムービーって本当たくさん素敵な作品があって、僕本当大好きな作品多いんですけど、本当これってトップ1ナンバー1って言ってもいいぐらいの映画で、本当に大好きです。で他にもね、僕特にトップ5とかに入りそうな映画って言ったら、僕の中で入りそうな映画って言えば、スピリテッド・アウェイとしてアメリカにも行って、アカデミー賞にもノミネートとかねして、結構有名になった千と千尋の神隠しとかも2回映画館に見に行きましたし、思い出ポロポロとか大好きです。で魔女の宅急便、隣のトトロいいですし、紅の豚とかもいいですよね。で他の作品も好きなんですけど、やっぱそこら辺が僕特に大好きで、あと海が聞こえるとかね、あれも素敵ですね。あと国立小坂、最近もう2回ぐらい見直したかな、本当に素敵です。よかったら耳を澄ませば僕トップ1です。本当よかったらご覧になられてください。結構感動しますよ。素敵です、純粋です。 Well, thanks for checking this out. Hope you guys have a wonderful day and I talk to you soon. See you later. Bye. 良い一日を。